皆様こんにちは、ヘアメイクアップアーティストの小田切ヒロでございます。本日の内容は2022年春におすすめのスキンケアラインのご紹介でございます。2022年やってまいりました。もう春というとですね、季節の変わり目、冬とは全く違う気候、そしてホルモンバランス、いろいろあると思うんですけれども、そんな春に適した新しいスキンケアのご紹介でございます。それではスタート。それでは早速始めていきますよ。まず端っこから、こちら、ドクター K のシークリアホワイトローションでございます。こちらのお化粧水はリニューアルタイプのものになるんですけれども、私ずっとお気に入りで使わせていただいた、化粧水でございます。まずこちらビタミン C と、ナイアシンアミド、そしてグルタチオンのトリプル高配合である高機能化粧水なんですね。で、現代人のストレスに着目したものになりますので、マスク荒れ、そして毛穴やシミ、シワ、いろいろな、アプローチに、特化したお化粧水になりますので、私はもう絶大に信頼しております、お化粧水になります。続きまして、こちらコスメデコルテのイドラクラクティーコンディショニングトリートメントソフトナーと、こちらトリートメントエッセンスウォーターでございます。こちらのお化粧水と乳液、何が素晴らしいかと申しますと、頭に着目したスキンケアラインになるんですね。糖というのはですね、体にとって大敵だと思われている方多いと思うんですけれども、その大敵の糖に着目したというのが今回のスキンケアライン。コスメデコルテさんが独自に開発された美肌糖というですね、糖を味方にしたというですね、素晴らしいスキンケアラインです。まずはファーストで入れていただく乳液、そしてその後にのせるお化粧水というですね、このステップがまたお肌にとってとってもいい効果をもたらしてくれるという素晴らしい新しいスキンケアに私出会いました。続きまして、もう私大好きすぎるですね、スキンケアまた一つ見つけました。こちら NARS のライトリフレクティングマルチアクショントリートメントローションでございます。拭き取りタイプのローションとしてもお使いいただけるんですけれども、コットンでさっと拭き取ることによって角質リファイン成分が配合されておりますので、表層の不要な角質をオフしながら、一度使っただけで水分に満たされて輝きを放った肌を叶えることができるというローションになります。私はこれ朝おすすめいたします。朝拭き取っていただいた後にもう一度手で入れていただく、もうそれだけでハイライトを使ったかのような、内側から発光してるかのような、光を味方につけたかのようなローションになりますので、もうこちら私この春おすすめでございます。続きまして、こちら私なくてはならないエレクトロンの、スカルプエッセンスでございます。スカルプエッセンスということはやっぱり頭皮ケアですよね。もうね、お顔というのはですね、顔だけじゃないんですね、頭皮までがお顔になりますので、頭皮ケアをしていただくことがお顔の美しさにもつながるということです。まず先っちょが球体になっておりますので、根元に当てていただいて、根元に当てていただいてそのまま滑らせることができますので、あの電気バリブラシのノウハウを元に作られたものになりますので、私もう絶対的信頼をしております。これ使い始めなんですけれども、一本使い終わった頃にはもうどんな生え際状況になっているのか楽しみにしておりますということです。続きまして、こちらオサシの、ニュアンススキンフィックスミストのしっとりタイプでございます。湧き水というタイプになります。このしっとりミスト、何がいいかと申しますと、これ仕上げ用のミストなんですけれども、私仕上げ以外にも使っております。日中ちょっと心が疲れちゃったなっていう時にね、このミストお顔にシュッシュッシュッとかけていただきますと、複雑な香りがするんですね。リラクゼーション効果はあるんですけれども、何が入っているかっていうのが結構複雑すぎて、なんだろうという中の一つに、私大のお気に入りのセージが入っております。クローブやセージ、そういった浄化効果のあるしっとりミストになるんですね。ちょっとねオイルも入っているんですけれども、しっとりする効果のうちの一つにですね、尿素誘導体というものが入っておりますので、尿素誘導体というのはですね、お肌の
潤いをですね、与えながらしっかりと潤いを閉じ込めるという効果があるものなんですね。こちらのしっとりミストは絶対なくてはならないものになりまして、メイクポーチに必ず忍ばせております。この春は、こちらのしっとりミストぜひ皆様にもちょっとご愛用いただきたいなと思います。続きまして、こちらクレードのクレンジングミルクでございます。あのクレードからクレンジングが出ましたということで、私大ファンのクレードなんですけれども、こちらの、クレンジングミルクは石鹸よりも軽やかに、そしてお肌に優しく、クレンジングをしてくれるというものになります。お肌が弱っている時、そして敏感な時でも使えるタイプの、クレンジングミルクになりますので、まあ、クレーの効果というのはもう私何度も申し上げておりますけれども、私はですねメイクをしていない日はこちらのクレンジングミルクで、クレンジングをしております。もうクレード大好きということで、もう泥命でございます。こちらランクインいたしました。続きまして、こちらリリオのウォータリーオイルでございます。こちらはヘア&ボディオイルになるんですけれども、ヘアアーティストさんが、プロデュースされた製品なんですが、なんと知ってる方もいらっしゃるんじゃないです。こちらリリオというブランド、ペニンシュラやあの星の矢でもアメニティとして使われているものなんですけれども、このサラサラのオイルがまず使いやすいということと、こちらたった9種類のオーガニック天然精油で作られた香りで、こちらオードトワレになりますので、髪につけていただいたりとかボディにつけていただくだけで、その9種類の、ね、精油の香りがふわーっとまとうんです。リラクゼーション効果のあるオイルになります。なんと私今日ヘアスタイルこのオイルで仕上げております。ツヤも出ながらまとまり感も程よく出ますので、まず髪についたものが顔につくのが嫌だなっていう方、そういった方はね、このリリオのウォータリーオイルとってもおすすめでございます。私も星の矢によく行きますので、こちらのブランドとっても大好きということで今回ランクインいたしました。続きまして、こちらアンプルールの VC ドロップ美容液でございます。もう私アンプルール大好きなんですけれども、これ何がいいかと申しますと、7種のビタミン C が配合されていることによってお肌の引き締めや毛穴にアプローチができるということ、そして歯科成分が配合されていることによって、まあ、赤みも鎮静する効果というのがあるんですね。赤みやキメの乱れ、そして毛穴や、くすみ、いろいろお悩みあると思うんですけれども、このアンプルールの美容液はたった一つでその複合型エイジングサインにアプローチができるという素晴らしい美容液になります。ちょっと量はね少なく見えるんですけれども、少量で効果がしっかりと出ますので、私こちらも普段のスキンケアルーティンに最近仲間入りした製品になります。これもまたおすすめでございます。続きまして、こちらハリッチのプレミアムリッチプラスになります。もうね何度も申し上げておりますけれども、こちらはフラーレンという成分、そしてヒト幹細胞培養液がですね高濃度に配合されておりますので、肌の再生能力を高めてくれるという素晴らしい美容液です。このサッカーボールのようなこのマーク、これはフラーレン高濃度配合されているというサインになります。美顔針をした後のようなふっくらした肌に仕上げてくれるという美容液になります。あの使い心地もねとっても軽やかでみずみずしいですので、私はもうこの美容液、春と限らず春夏秋冬絶対に投入する美容液になりますので、こちら今期の春にもランクインいたしました。からの、こちらの L ショットクリームでございます。これもハリッチオリジナルの製品になるんですけれども、こちらのクリームの中にはですね天然の海綿体といわれる針が入っているんですね。もうクリームに針って思ってらっしゃる方いると思うんですけれども、天然の海綿体ですので肌にのせても大丈夫です。こちらは日本の美容液市場マックスの針の量が入っておりますので、かなりの高機能になります。量としてはですね少量で OK、 もうね米粒一粒で OK です。これぐらいの量をですね、気になるほうれい線や目尻のシワ、そして三角ゾーン、いろいろなところに、適用できるんですけれども、今伸ばしただけでチク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 ってするんですね。年齢を重ねた大人の女性にはしっかりと効果をもたらしてくれるという素晴らしい針入りクリームになります。針初心者の方でも安心して使っていただける高機能な針入りクリームになりますので、これまた春限らずマスク生活中は絶対必須のクリームになりますので、ぜひ使っていただきたいと思います。続きまして、手のケアでございます。ハンドケアと申しますと、だいたいクリームって思ってらっしゃる方いると思うんですけれども、なんとおさじから出ましたこちら
手元用のハンド用美容液になります。それに加えてこちらハンド用のクリームになります。今期おさじからは美容液とクリームのセパレートバージョンで出ました。でこの美容液何がいいかと申しますと、手元にねこうやって出していただくととろみのある美容液、そしてこのね伸ばしていただくともう香りがすごくいいんですよ。もうこの香りが心に突き抜ける香り、クロモジとゼラニウムとラベンダーなので、手元は殺菌をしなければいけない時代だと思いますので、ゼラニウムの効果で殺菌効果で、ラベンダーで癒しっていうようなね、この大人のね心も癒してくれるという美容液になります。美容液ですのでしっとりするんですけれども、全くベタつきがないタイプのものになります。でこれだけでもちゃんとキメは整ったりとか、お肌を美しく見せてくれるものなんですが、これに加えてプラスこちらのクリームを乗せていきます。クリームというとこってりしてるものが多いと思うんですけれども、こちらのクリームはですね水っぽい感じのクリームになります。伸ばしていただきますとジェルのようなオイルっぽいではなく水っぽくなります。伸ばしていただいて、このまま指先までこうやってまとっていただいて、爪先まで伸ばしていただくと見てください、とってもしっとりしてますよね。そして爪先まで伸ばしていただくとベースコート塗ったみたいなツヤが出るんです。すごいですよね。トップコートやベースコートでは出せないしっとり感になりますので、爪周りのささくれが気になってらっしゃる方、そういった方にはねこの美容液とこちらのクリームのセット使いしていただくと、お顔と一緒でですね手元を育んでくれるというタイプの美容液とクリームになりますので、これまたおすすめでございます。なんといってもセラピー効果があるというのは私の、大のお気に入りの一つのポイントになります。続きまして、こちら高見クリニックの高見スキンピールでございます。これまた出すんですかという話なんですけれども、ロングセラーということで私今回選ばせていただきました。角質を整えるという、高見スキンピールなんですけれども、保湿ケアはされる方多いと思うんですけれども、そこに加えて代謝ケアをしていただくということは美肌につながる一番大切なポイントになりますので、それまた覚えておいてください。代謝ケアをしてからこういった保湿ケアが叶うということが美肌につながりますので、これは今期の2022年春にも絶対必要な製品になりますのでランクインいたしました。続きまして、こちらアイケア製品でございます。イヴ・サンローランのピュアショットアイセラムでございます。これはねセットになっている、目元用のですねこのコロコロがついてるんですけれども、このピュアショット私大ファンでございまして、昔々のヒロビューティーチャンネルを遡っていただくと、ピュアショットの美容液私大好きだよっていうのを何度もご紹介していると思います。それのねアイクリームバージョンが出たんですね。もうこのモロッコ美容、イヴ・サンローランといえばモロッコですよね。モロッコ美容に着目されたクリームになりまして、目元にのせていただいてから、このねコロコロしてあげるんです。そうするとひんやりしながらしっかりとアイケアができるという製品になるんですが、目元用のケアというとちょっとこってり系のものが多いんですが、このピュアショットはですねかなりさっぱりしております。さっぱり水っぽいんですけれども、ちゃんと満足できるほどのいい塩梅のテクスチャーになっております。1日経った時の目元見てみてください。ピンと張ったような目元を叶えることができるという素晴らしいアイクリーム、そして使い心地のいいアイクリーム、そしてイヴ・サンローラン大好きという方にはですねもう絶対に大満足していただける製品になりますので、こちらも今期選ばせていただきました。そして続きまして、もう美容液マニアの心をわしづかみする製品です。こちらひでまりクリニックのスアネストという美容液になります。この美容液は希少な成分で作られたものになりますので、少量しか入っておりません。そして個数を作っていないものになりますので、まず完売必須になりますので、気になった方はお早めにということを先に申し上げます。これ何で作られているかと申しますと、あの貴重なアナツバネの巣から抽出された、EGF、 そしてFGF、 そしてシアルズ酸から構成された美容液なんですけれども、肌の再生活性化そして修復力に長けた美容液になるんですね。その若々しい肌に必須の成分というものがですね高濃度で配合されているということ、そして目元やお肌の広い部分全てにアプローチができるという、これ秘密の美容液になります。こちら皆様に申し訳ないんですけれども、ストックとして3本買ってしまいましたので、皆様もよろしかったら看板前にご購入いただきたいと思います。
続きましてシートマスクです、こちらアビブのクリームコーティングマスククーリングソリューションでございます。このアビブの製品知ってる方いらっしゃるんじゃないでしょうか。もう韓国製品ではとっても有名ですよね。お顔の中の赤み、そしてほてりというのをですね鎮静するという効果があるんですね。お肌のぬくもりを沈めるというのも美肌につながる秘訣になります。そしてこのクリームコーティングマスクということなので、スキンケアの最後にやっていただくっていうのがベストです。そしてこれね、実は開けていただきますとセパレートシートマスクになるんですよ。まず開けていただいたら中はカラッカラなんですね。これとってもいいと思いません？中の美容液が残ってるともったいないじゃない。そのもったいないのを考慮されて、このシートの中にだけしっかりとこのクリームの美容液成分が閉じ込められてるんです。お顔のサイズは様々ですよね。お顔が小さい方でも大きい方でもちゃんと自分のサイズにフィットすることができるというシートマスクです。これまた素晴らしいところの点で、顔にのせていただいた時に体温に密着するんですね。つけたら時間の経過でどんどん密着度が上がるというシートマスクです。おそらくこういったシートマスク、どんどん日本の製品も真似してくるんじゃないかなと思って、私ね先駆けてこちらのアビブの製品をご紹介しております。続きましてシートマスクです。私にとっては SOS シートマスクと呼んでおります。こちらシシのマジックキャッチャー、タイトニングマスクでございます。もう名前のごとく一度のシートマスクで引き締め効果、タイトニング、引き上げ効果ですね、もう抜群に叶えてくれるシートマスクになります。シートマスクから小顔を叶えるというやり方、そのね手順を踏んでいただくと見違えるほどの、小顔効果、引き締め効果を叶えてくれるというですね素晴らしいシートマスクになりますので、ぜひ、こちらもですね小顔にしたい方おすすめでございます。皆様いかがでしたでしょうか。今日ご紹介させていただきましたこちら春におすすめの新製品や既存商品というのはですね、もう私にはなくてはならないもの、そして今回に限り秘密にしたかったなっていうものもちょっとねご紹介させていただきました。私が素直にご紹介をさせていただいた製品なんですけれども、ブランド様によっては、ご用意している製品がですね数が少ないというものもございまして、完売してしまうものが結構多いですので、よろしかったらお早めに、ブランドサイトに、チェックを入れていただきたいと思います。今日の動画がいいと思ってくださった方はこのいいね高評価ボタン、そしてチャンネル登録をしていただきまして、下にコメントをいっぱいいただけたら嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。